若たらし姫王女、若たらし姫王女は、危機に伝えられる古墳時代の皇族。有力天皇と葛ツの縁大臣の娘、葛ツの唐姫との愛の子。同母兄に、白賀武広国を七日本猫天皇。別名は、拓旗姫王女。古事記では、若帯姫命。日本初期巻、第十四によると、伊勢神宮の五木の宮となったが、有力天皇三年。 厚地深久に身が流した、審査の言葉により、死に追いやられた。それによると、竹彦、王女を怪我しまつりて、任見ましめたり竹彦とは、路上無恋、竹彦のことで、ユ人といって、皇族の身の回りの世話をする人であった。天皇は死者を派遣して、娘を取り調べたが、妾は知らずという返事であった。そして、王女は、心境の上に猛出まして、 人のいかぬところをうかがいて、鏡を前見てへき死ぬ。王女は行方不明となった。有力天皇は王女が不在であることを怪しみ、あちこち探しさせた。するとみこが鏡を埋めたあたりから、蛇のように虹が立ち上っており、王女の遺体も無事発見された。王女の遺体の腹を裂いてみると、水が入っていて、石が中にあった、という。これにより、 王女と竹彦の無罪は証明されたのだが、すでに我が手で息子を殺してしまった。路上部、たち教弓は国見のことを恨み、殺そうとしたという。前日の王女の腹を裂いてみるとと記された記録、有力天皇の命によって行われた。これが日本史上に残る最初の人体解剖である、とされている。ただしこれは一種の包囲解剖であり、学術研究のための解剖ではない。 その後、701年に成立した大法律令において、解剖の禁止が明文化され、江戸時代に入るまで人体の解剖は行われなかったとされているが、大法律令の原文は残存していないため詳細は不明である。ありがとうございます。